どうも、北前です。今回は、白ひげがね、まあ、登場確定したということで、1月24日に、登場するんですけど、まあ、エースヤマトとか、まあ、その他もろもろね、ガチャ切り替えがちょうどあっちゃって、まあ、どうやって、どれ引けばいいのかな、みたいな、まあ、結構あると思うんで、まあ、僕が、まあ、ちょこちょこ話していけたらなって思うんですけど、まあ、まずね、エースヤマトは実際スルーでもいいかもしんないぐらいのレベル。うん。まあ、全然引いてもね、多分強いと思うんだよね、白ひげ環境になったとしても。いや、全然ね、僕は、はい、強いと思いますね。まあ、やっぱダブルキャラなんでね。いや、ダブルキャラって結局正義な気もするけどね。で、そうなってきたら、じゃあ白ひげ引けばいいのってなると思うんですけど、それもまた違うと思うんだよな。やっぱ白ひげ登場して、まあ、しばらく結構期間長いと思うんですけど、その期間までにもしかしたら、まあ、周年って超別3体いつも来てるんで、もしかしたらもう一人ね、来るかもしんないんで、まあ、そこが読めない。うん。で、しかもさ、今白属性って来たじゃん。ってことは黒属性確定で来るからさ、まあ、それが近いうちなのか、まあ、4.5 周年、じゃあ 5.5 周年のためなのかわからないけど、さすがに 5.5 までには来ると思うんだよな。まあ、去年ゴールデンウィークとかにも、まあ、超別とか来てたりして、まあ、だから去年めちゃめちゃ出たんだよね。3、4、6、6ぐらい出てるから。いや、だからね、まだね、来てもおかしくないんだよね、5周年。まあ、ということで、まあ、僕はすぐには白ひげ引かなくてもいいかなと。まあ、性能的にも圧倒的かって言われたら違うと思うんで。まあ、やっぱり攻めも弱かったり、まあ、他にはね、火力もそこまで高く圧倒的高いわけでもないんで、まあ、防御無視っていうところは強いんですけど、まあ、そういう意味ではね、スキルはすごい優秀なんですけど、まあ、攻めとか、まあ、弱い部分はあるかなと。はい。まあ、状態異常弱かったり、まあ、ダメージ減少無視の、キャラに対しても結構弱かったりすると思うんで、まあそこまで圧倒的最強かなと、まあ思うところはちょっとあるかな。まああと属性の話になるんですけど、やっぱり属性の話になって、まあ白属性全属性に対して強いって言っても、まあそこまでな気がすんだよね。まあ大中小で表すとすると、まあ小、まあ全体的に小なわけじゃん。で黒に関しては大すぎるんだよな。だから今まで青から緑に対して、まあ全然キットローで2かとかいけたりするんだけど、まあこの黒から白は強すぎるよね。で考えたらさ、なんか小ってあんま意味なくないかって思っちゃってて、まあやっぱりね、その青から緑全然勝てるし、まあ緑から赤は全然勝てるから、まあ結局キャラ性能なんじゃないかなと。まあだから白だから引いた方がいいっていうのはない。うん。まあ別に白ひげが強いかどうかじゃなくて、白属性がそんな強いのかなっていうところはあるね。こんな台があるからな。まあ台が逆に小、まあちょっと赤を緑に対して、まあ弱いとしても、まあ、新世界ゾーン系で補えるなら補えれるレベルだからな。ちょっとそこがね、また疑問だね。いや、だから属性的にね、ちょっと微妙だよね。もうこれ一つあと言われてるのがあるんですよ、これサポート。これ大中小って何？まあ、例えばね、赤属性のサポートに青属性を当てはめたら、まあそりゃね、そこまでサポートのパーセントって上がらないんだけど、まあこれ見てみればわかるんだけど、ほら、こんだけ下がんのよ。属性が違うか違うかで。で、さらに、まあこれが中だとしたら、まあ大がもしかしたら、白属性オンリーのサポートになったとしたら、でも相当やばいパーセントになるんじゃないかなと。190とかいっちゃうんじゃないかな。白属性、黒属性が大だったらね。いや、ちょっとね、そこが、まだ怪しいよね。どれぐらい白黒がさ、今後出てくるかわからないけど、まあ全属性とか、まあ、ダブルキャラがそこまで多くないことを考えると、白黒もね、なんか、まあ、超別とか、まあ、例えば全属性サンジとか、まあ、そういうちょっと特別感があるキャラしか来ないとは思うんだけど、まあ、これで白黒が頻繁に出たらさ、さすがにサポートがやばくないか、パーセント。うん、だからそんなにね、サポート全員が白黒ってなるかはまた別だと思うんだけど、いや、どうだろうね、これ。いや、相当、面白いとは思うけど、まあ、サポートに対しては白黒に対して、まあ、逆に使いづらいってことだもんね、白ひげとか。いやー、白属性、黒属性、どうなっていくかちょっとね、まだわかんないから、実際、まあ、すぐには引かなくていいって感じだと思う、白ひげが強くても。うん、まあ、そんな感じかな、自分の評価的に。ということで、まあ、白ひげね、新白ひげが出るわけなんですけど、このね、ディフェンダー、新白ひげ、まあ、白じゃん。いや、だけど、ちょっとね、弱いところがやっぱあるんだよね。ダメージ減少無視だったり、破棄解除がなかったり、強化状態解除がなかったり、バフ解除もないんだよね。まあ、最近ちょっとオリンとか、まあ、ニカとかは、まあ、バフ解除当たり前なんだよな、最近のキャラ。まあ、獲得順見ればわかると思うんだけど、まあ、エースヤマトもしっかりバフ解除ついてるし、まあ、キットローはね、逆に、最大体力減少したらみたいな、防御力が上がったりしたりするんで、いやだからね、防御力が上がるのが全くないのが白ひげ怖いところ。全然ワンパンされそうなんだよな。で、あとはね、まあ、ニカとかも強化状態解除あるし、まあやっぱみんなあるんだよね、強化状態解除。まあその中で、まあやっぱり緑シャンクスが強くなる可能性もあったりさ、
まあ、やっぱり緑シャンクスってさ、ゼファーに対してめちゃめちゃ強かったじゃん。まあ、それなんでかっていうと、このダメージ減少無視の強襲が強すぎるみたいな。まあ、そこでね、火力上げも簡単だし、で、白池ってバフかかってない状態の敵に対してはすごいよろけちゃうんだよね。それがね、ちょっと密集値どうなのかなって思ってて、やっぱニカって今ゲージでさ、まあ、やっぱすごい8割以上でよろけもこうつくんだけど、まあ、やっぱそれ強いよね。いや、やっぱさ、そのバフかかってる敵に対してよろけないってどうなんだろう。お宝エリア外でもよろけないのは確かに魅力だけど、でもディフェンダーなら正直自陣で8割以上でね、よろけない方が自分的にはやっぱいいのかなって若干思ったりするんだよな。いや、だからバラメーター増加値の敵に対してだけっていうのが怖すぎる。うん、それ以外は逆によろけちゃうからね。密集地だとさ、バラメーター増加値の敵が1人でもいなかったらさ、相手に1人でもいたらよろけちゃうってことだから、まあ、そういう意味では密集地ではやっぱ絶対ゲージ依存の方が強いと思うんだよな。しかも無敵スキルで振動状態もあるから、敵をこう硬直振動させたらさ、まあ、やっぱその分ゲージ溜まるの早いわけじゃないですか。いや、だからそこがなちょっと怖いよな。だからダメージ減少無視の敵に対して怖すぎる。うん、まあ、それがねすごい怖いんで、であとはシールドを破壊できるのかなっていうね、まあ、青ヤマトとかね、まあ、そこら辺いますけど、であと能力者なんでね、まあ、ホーディーとか、あ、ホーディーって能力者に対して強いよね。まあそこら辺があるんで、まあ、バフがかかってない敵に対してちょっと怖いよね。え、おでんっていけるかな。おでんのトツカってさ、結構ゼファー怖かったんだけどね、そこら辺あるから、やっぱ意外とさ、しかもおでんの通常攻撃よろけるわけでしょ。そこら辺ちょっと怖いよね。おでんって確か火力とか上がるよね。だから味方が KO されただっけ。まあ、そこら辺あると思うんだけど、いやー、まあだからね、バフかかってない時とかの敵に対してちょっと怖いよね。まあ、バフかかってたらかかってたら怖いか。いや、まあだからそこら辺がね、ちょっとどうなるのか。まあ、ダメージ減少無視がひたすら怖いと思う、俺。うん。まあ、ローだってね、全然刺さると思うし。ローどこだ？あ、ローこっち。あ、これバウンティーからだわ。あ、こっちか。こっちのね、ローのスキルのね、このスキルにも回避遅延一発入れてから、まあ、スキル2が入ると。まあ、そこら辺あるな。無敵スキルなかったら確定で入っちゃうからね、ダメージ減少。いや、怖いな。え？結構怖いんだけど、めちゃめちゃ最強かな。いや、そんなこともなさそうなんだよな。いやー、いや、まだも楽しみだね。うん、楽しみではあるキャラクター、ちょうどいいバランスな気もする。圧倒的に強い。まあ、確かに白ひげ2から守れない気がするけど、あ、旗取れない気もするけど、まあ、でもワンパンアタッカーがね、やっぱクラッカーとかもね、振動状態入った後の、まあ、このねスキル1でダメージ減少無視でえぐい火力出そうだけどな。いやー、まあ、そこら辺がすごい楽しみなんですけど、いや、どうなる？いや、いいダメージだ。いい、なんかワンバイな気がするな。まあ、ディフェンダーはね、まあ、これぐらいディフェンダーで。まあ、オリンとニカさ、ディフェンダーだけど、ディフェンダーじゃないじゃん。ゲッターにもなれるしさ、敵。ねえ、まあ、ちょっとそこはあるんでね。いやー、まあ、火力も出るし、オリンとかね、まあ、全然ニカに対して、ニカもね、まあ、そこがちょっと楽しみで、不思議で、うん、どうなるって感じなんですけど、まあ、そこがね、まあ、白ひげ、攻め弱かったりするんで、いい塩梅なのかなと。まあ、白属性なんでね、今黒属性いないで、今白属性だけなのに活躍できなかったらさすがにしんどいってところはあるけどね。ね、弱点属性誰もいないのに白ひげ出て、あれ意外とってなったら終わりな気がするけど、まあ、でも楽しみ。